中井選手、はい、もっっったたいなかったですけどね、うん、やっぱり落車欠場とかもあったので少しね、はいあの、一発狙ったんですけどね、あのなかなか9番の横山君とね、あの勝ち合っちゃってね、あんまり上手いレースできなかったですけど、うん、横山選手もね、前取って引いて、いいタイミングで仕掛ければよかったんですけど、前がね、あの志村大河選手が前取りましたもんね、はいはい、それで前に迎え入れる感じになったので、横山選手のラインが前受け。 ってことは引いてスピードの緩んだところをかましたい、やっぱ展開待ちになってしまうじゃないですか、なるほど自分からレースを作りに行かないとなかなか渡辺選手みたいに思うようにレースが運ばれない、うん、だそこはやっぱり横山の、ね、これから大事なところだし今の若い選手っていうのは順番が来たら行きますとか、はい、そういうことをレース前に作戦会議として喋ることが多いんですけどあの展開待ちですねとか。 そういうい消極的なことを言うんですけど渡辺選手みたいに例えば、後ろから佐々木選手が抑えに来たら、うん、一旦前に出て後ろからかまさせないようなペースで踏んどいて4車ラインを出して、はい、あの3者出して4番手確保とか、うん、そういうレースをすればいいんですけどやっぱり前取って一番後ろまで引いちゃったら何の意味もないですからね,そ,ねそこにやっぱり、ね、短期の選手と絡み合ってしまう、うん、短期の選手も、ね、一番後ろで、ね、走ることも、ねはい、なかなかそんなことは考えることもないと思うのでどう いつも位置取りをすると思うんですよ。うだからそういうことを想定して走らないと、横山選手も。勝ち上がりは厳しいですよね。はい、この最、この後ホームに回ってきたときに。はい、渡辺選手が、この後ろチラッと見るのは、佐々木選手に。これはわざと車間を開けて、<え>プレッシャーをかけて、はい、早く俺。行っちゃうよって形で、アクションを起こしてるんですよね。これちょっと追い出しかけるような感じの動き。そうです、そうです、そうです。だから、すごく渡辺選手はここは冷静だし。あうま,いまあ、そのね、あの、思惑にね。 佐々木選手がはまってしまってもうプレッシャーをかけられたので岩瀬選手もついているので確実に主導権を取れたいということでまだここ2周前ですからね,ね<え>一時前も2周から始まっても早かったんですけどまだ2周なので,でやっぱここで、ね、短期の中井選手も、ね、決勝分けなので一発自分の力がどんなもんだかかまして,てみたんですけどもうここは突っ張られてしまいましたよね、うん、そうなってくると今度後方に下がってくるので必然的に後ろにいる横山選手とね あの勝ち合ってしまったのでそこはちょっと横山選手、これからレ,、ね、レースを考えないといけないしだから結局、一番最初に動いた渡辺裕太選手が終始4番手回ってるんで、はい、足使わないで中断にいられるんですよ、うん、そうすると佐々木選手はもう3周から逃げてるので足を消耗するじゃないですか、はい、スピードが落ちてくるのでそれを対応できなくて岩瀬選手が前に踏んでいくるでしょそうするとやっぱり後ろから4番手で足を使ってないこのなんかの2社が伸びてくるのは当然のことですよねね横山選手はは何やっっててんだって感じですよこね。ここはねうん ちょっとレース展開をちょっと逆算して考えないとこれはちょっと今後、非常にまずい展開を作ってしまうことになるのでだから多分苦手なんでしょうね、ドーム、あの走り方はいったん動いていった時に中段で渡辺裕太選手とどうなのかなと思った時に下がったじゃないですかあそこはどうしたら良かったんですかもう短期の時は一旦前に出なきゃだめですね。前に出ておけばやっぱり あの2社の選手っていうのは3社のラインからすると位置取りするんだなと思うんで渡邊雄太選手のレースをさっきねあの横山がすれば佐々木選手のラインの後ろに横山がいることになるんですよそうすると渡邊雄太と佐々木剛選手がもがき合うんでまたまくりやすくなりますよねそういうあの展開を作らないといけないと思いますね。